この説による二差分子からの変形テローム説は、イカンタバ植物の形態の進化を説明するための説である。根、ね、茎、葉などの構造を全てテロームという単純な枝のようなものから説明するものである。シダ植物や種植物を含むイカンタバ植物の基本的な構造は根、ね、茎、葉と考えられる。これらの構造の細部では、中心柱などに、 いくつかの違いがあるが、根、ね、茎、葉からなることでは多くは一致する。これらが組み合わさった、現在のような構造が、どのような形で作られたのかについては、諸説が古くからあった。その中で、現在も、ほぼ定説の位置にあるのがこの説である。この説以前の代表的な考え方としては、例えば、ゴーディショーは、フィトン説を唱えた。これは、 ゲーテの変態論に由来するとも言われる。ゲーテは茎と葉を同一の器官と考え、その先端が葉に、基部が茎になると考えたが、ゴーディショーはこの単位をフィトンと名付け、これが多数集合することで植物体が形成されるとした。このような説は種として現生の植物の構造を比較する中から生まれたものである。他方、 1917年から1920年にかけてスコットランドのライニー地方から多数のデボン期の陸上植物化石が発見され、ごく初期の陸上植物についての知見が一気に増加した。その結果、初期の陸上植物にはリニアのように葉が全くなく、中心にイカンタバを持つ二股分子をした枝だけからなるものがあることが分かった。このような形から、 すべての植物の構造を導こうとするのがテローム説である。テローム説はチンメルマンによって1930年に発表された。ここで言うて、ロームとはチンメルマンによって名付けられたもので、二股に分かれた枝先のことである。その中心には一本のイカンタ束が通っており、先端に成長点がある。または先端に放ノウがつくこともある。彼はリニアや 原生の松原のような外見をした植物が陸上植物の最も原始的な姿と見てその体を構成する基本要素としてテロームを提唱した。そしてそれ以外の植物に見られる様々な構造がこれからの変形によって導かれると考えた。その変形の過程は大きくご通りあるとされる。主軸形成、本来は陽動な二つの枝に分かれていたものに、 主軸と即死の区別が生じること。往々にして即死の先端は成長を止める。扁平化、分子したものが同一平面上に広がる形になる。融合、隣り合った枝との間を埋める組織が発達することで互いに融合する。彼はこれを水かきに例えている。耐火縮小、蒸気のような変化を行った後、それらが耐火して枝数が少なくなるような変化をする。 湾曲、枝の先端が曲がって反転すること。これは特に先端に放射能がついている場合に重要である。また、特に茎においては内部構造や中心柱の複雑化も考えねばならない。根や茎はデロームに直接由来すると考えることはさほど難しくない。主軸の文化が起きれば現在見られるような姿が導ける。 歯については、胃腸の葉を見るのが分かりやすい。胃腸の葉は、すべての葉脈が、二股分子からなっており、扁平化したて、ロームが互いに融合したと考えるのは、ごく自然である。先端中央に裂け目を持つ例がよくあるのも、融合が不十分な状態と見れば分かりやすい。ちなみに、化石種の胃腸類では、よりバラバラに裂けた形の葉を持つ例が多く、 融合が進んでいないことを伺わせる。より一般的な葉の場合、葉脈に主軸化が進んだものと考えれば良いであろう。シダ類では、葉の裏に胞子能が作れるが多いが、これは湾曲によるものと理解できる。特摩類の胞子用の場合、縦状になった平面の内側に胞子能が配置するが、これは胞子能を先端に持ったてロームの枝先が下を向き、 その上面が融合したと見るか、シダ類の放仕様から変形したと見るかは意見の分かれるところである。小持ちシダや生論弁化相応など、葉脈の末端から神明を生ずる例も、本来はここに成長点があったことを彷彿とさせる。それ以上に、シダ植物では例えば裏白やカニクサなど、葉が無限成長する例があり、これらはいずれも原始的な群と考えられている。 ジンメルマンは、日陰のカズラ植物門の、いわゆる商用類の葉についてもテローム説によって説明できると考えた。蒸気のような葉の形成の後に、葉脈の耐火縮小によって作られたものと考えたのである。これに対して、イギリスのバワーは、小葉は、茎の表面の突起に由来し、後に、これに、イカンタバが侵入したものという突起説を唱え、現在では、 これが認められている。松原は根も葉もなく、放射能を乗せる地上系と花根を持つ地下系のみでその体が構成されており、蒸気のように葉を形成する前の植物の姿を彷彿とさせる。ただし、放射能は想定されるような枝の先端ではなく、途中の側面に形成される。ところが、古典園芸植物の松原の品種の一つである。 霊視核ではほとんどの方子脳が枝の先端につく。このため、これをそのような原始的な陸上植物の形を今に残した祖先的なものと考えたこともある。ただし、現在では松原は大葉類であり花やすり目に近縁なものと考えられており、その一見では原始的な体制は実は二次的なものと考えられる。ありがとうございます。